近藤勇が残した最後の策。それは藤堂平助を御陵絵師に潜入させることだった。命を落とした藤堂の働きで長州、薩摩、土佐の代表が一堂に集うことを知る龍馬たち、そして長い旅の途中で生まれた仲間たちが集い、坂本龍馬を大宮へおびき出すべく力を合わせる。倒れる仲間たち、多くの犠牲を重ね、龍馬はついにもう一人の坂本龍馬の正体を知る。それは変わり果てた竹地半平太だった。土佐で待つ。竹地はその言葉を残し龍馬のもとを去るのだった。決着の時は近い。もう今日の町ともお別れやな。土佐に行く準備はできとんのか、はじめちゃん。ああ、俺はいつでもいい。もともとこの町で生きていた斎藤はじめとしての生活は偽りのものだ。別れを惜しむほどのものでもない。お涼ちゃんは、あの子はどないするんや。どうもこうもない。あいつだってこれ以上京の町に束縛される必要はないんだ。これからは好きな場所に行き好きなように生きる権利がある。まあな。せやけどあの子にとってはそれがあの寺田屋なんとちゃうが。せやからお前を探っていたことがバレた後も逃げ出さんとあの場所でお前のことを待ち続けた。そやろ。さあな。お涼ちゃんはなわしらと同じや。本当の自分とはちゃう、もう一人の自分を演じて生きていかなあかん立場やった。わし思うんや、本当の姿と仮の姿、そのどっちもがほんまの自分自身なんやと。せやからあの子にとっちゃ斎藤はじめに惚れ、斎藤はじめの背中を追った日々は偽りない日々やったんや。はじめちゃん、斎藤はじめとしてのお前は決して偽りなんかやなかった。斎藤はじめはこの時代この瞬間確かに新選組三番隊隊長として生きてたんや。この今日でそれを偽りの一言で捨ててまってはあかん。ちゃんとお涼ちゃんと最後のお別れくらいしてきや。出立は明日の朝や。まだ間に合う。ああ、わかった。ありがとうな沖田の兄さん。なんやそれ兄さんって。あんたにはずっと救われてきた。俺にとってあんたは兄弟みたいなもんだってことだ。なんや少し恥ずかしいの。まあ、とにかくちゃんと最後のけじめくらいつけてこいや。はじめさん、聞いたで。あんたらこれから土佐に行かはるんやろ。例のもう一人の坂本龍馬と会いに。さっき中岡藩から聞いたんや。せやけどあんたらが土佐行ったら
何が待ち構えているかわからへんって。そしたらはじめさん、あんた今日を経つ前にお涼ちゃんに声かけてあげな。余計なお世話かもしれん、せやけどお涼ちゃんに会うてあげて。あの子気丈にしてるけど、ほんまははじめさんのこと心配でいてもたってもおられへんはずや。お涼ちゃんにはうちから暇出しといたさかい、せめて今日一日あの子と一緒に追ってあげてな。もう今日を経つ支度はできとるんやろ。そしたら今からあの子呼んでくるけど、ええ？ああ大丈夫だ。わかったわ。じゃあお涼ちゃん呼んでくる。ちょっと待っとって。はじめさん、あんな今日はおかみさんが一日暇をくれるって。せやからあのうちとおるの嫌やなかったら一緒に散歩でも行かへん？だってうちはじめさんには今日にもええ思い出作ってってほしい。うちとはじめさんがおった今日を嫌いにならんでほしいから。ああ分かった。ほんま？ほなうちすぐに支度してきます。いらっしゃいませ。おおきに。Easy day.
せましょう。燃ゆる花びら血染め模様、どの蜜育ちのその花は日本の魂見せてやるぜ。疲れたろう。随分長い散歩になった。ううん、全然平気。寺田屋の仕事に比べたらこんなん。はじめさんこそうちと二人きりで疲れたんとちゃう？せやけどうちはとっても楽しかった。またこうしてはじめさんと街を歩けたらええなって。
お寮。ん？何？今までありがとうな。お前には感謝してる。俺がこの町で何とか一人でもやってこられたのはお前のおかげだ。なのに俺はこれまで礼の一つも言わなかった。今日になってやっと。もう会えないかもしれない今になってやっと礼を言うなってな。はじめさん、幕府がなくなって世の中はこれから大きく変わる。きっと良くなる。だからお寮、お前はおかみさんたちといつまでも達者で。そんなん嫌や。なんとなく想像つく。せやけどうちは、はじめさんの遺言なんて聞きたない。お寮、はじめさんのこと騙してたうちが言うことやないかもしれんけど、うちはこれからもずっとはじめさんのそばにいたい。なのにはじめさん、何でも二度と会えへんような言い方するの？土佐で用事済ませたらまた今日に戻ってくるんやろ？お願いやから必ず帰ってきて。うちは待ってるから。はじめさんが戻ってくるまでずっと待ってるから。約束して、はじめさん、またこの町に戻ってくるって。わかった、約束する。きっとやで。嘘ついたらもう二度とご飯の支度してあげへんから。土佐へ行くにもまだ時間があるな。斉藤、俺が稽古つけてやろうか。いいだろう。そういや、入隊試験以来やな。お前と剣を交えるのも今回は本気でやらせてもらうで。お前が本物の剣士かどうか見極めたる。俺も本気で行くぞ。俺をがっかりさせんなや。勝負や、斉藤。
さすがや。ますます強なっとる。稽古したかったらいつでも俺に言ったらええ。相手するで。今日の町での生活もこれが最後になりそうだ。斉藤君、そういえば君とは一度も直に剣を交わしたことがなかったな。どうだ、ここで一戦交えてみないか。いいだろう。君の強さは十分知っているだが、私も伊達に副長を務めてないんでね。それでは本気で頼むよ。いざ勝負。
さすがだな。なかなかいい試合をさせてもらったよ。私でよかったらいつでも相手させてもらうよ。はじめちゃん、今日の街でやり合うのも最後になってもうたな。そうだな。土佐へ行く前にわしと一勝負せんか。いいだろう。さすがはじめちゃんや。わしも体がなまってしょうがなかったんや。ほな行くで、はじめちゃんや。Shoot! Shoot! 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 Sho
さすがはじめちゃんや。また一段と強なったんとちゃうか。そうかもな。わしと勝負したかったらいつでも言ってや。相手になるで。